自分で判断ができないのでゴルフっていうのは、だからプロゴルファーなんてコーチをつけるわけで、だから私もこういうチャンネルをやってたり、はい、DD ゴルフモンスターズをやってたりする、はい、こうやってルート D ゴルファーアカデミーというのをやってるわけですけども、久しぶりにあなたのスイングを見たら、え、誰ってなりまして、うわお、飛ばなくなっちゃったね。いや、めっちゃ飛ばなくなりました。やはり209、女子女子してるやん。振りたいからしっかり振ってる、今のはね、飛ばそうとして振ってるのに、振ってるスイングワークが小さいんですよ。ゆっくり上げてみて。はい、ストップ。今ここまで上がってるやん、はい、実際打った時な、こうやねんな。え、上げる時にもうな、大げさに言うとやで、もうこんな感じで上がってる。うん、で小さい円軌道のままやから届けへんやんか。それを無理やり手を伸ばして届かせに行ったり、体突っ込ませたり、いろんなことをしてぐじゃぐじゃにずれてんのよ。で、あの地面がクラブと平行になる高さまでノーコックで上げて、肘も使わないぐらいのつもりで、はい、上半身でひねりだけで上げるぐらいのつもりでぐーっと、はい、こんな感じ。うん、ここまでは使ったらあかん。で、こっから一気に使う感じ。ほうほう、こういう感じ。もうこの時にはてんちゃん、はい、てかもうつま先超える頃にはもう終わってるから終わってるから、もうこんな感じ。いや、こんな感じですか。こんな感じ。やば。コック全然使わないで、はい、そっからもここまで上げるやん。そっからもコック使わないで上げて、肘だけ使う感じ。そう、ゆっくり上げてる分にはさ、ノーコックでいけるやん。そら、ゆっくり上げてる。これ早く上げたらさ、このヘッド自体に慣性エネルギーっていうのが働いてるわけ。これが勝手にやで、勝手にグンって行こうとするって、それを耐えとくねん。耐えるってことはこっちに向かってエネルギー働いてるよ、はい、こっちに向かって、はい、こっちにエネルギー働いてるから強い。これがてんちゃんの場合はこのまま負けてクニャーって抜けちゃってるわけ。このまま負けて手首がクニャーって抜けちゃってるから、これをまた自分で戻してこなあかんくなるから、エネルギーはその分働くときはあるけど、それ以上にブレが大きい。見た目的には全然変わらん。手首使ってる。それでも負けて使ってんのと勝とうとして使ってんのは同じ形でもベクトルが違う。働くエネルギーのベクトルが全く違うから。